川端です。よろしくお願いします。今回はこの図形においてここの C の2乗を AB で表しなさいという問題ですけれども、これね、答え出すとしたら一瞬にして出てしまって、ここね、中心と接点結んで90度ですね。ここで三平方の定理を使えば、ね、C の2乗、斜辺の2乗は、他の辺の2乗の和、つまり A2 乗足す B2 乗という形で答えは出るんですけれども、別の解き方があります。わざわざね、別の解き方で解かなくてもって思うかもしれませんけれども、私が言いたいのはですね、実はこの三平方の定理ですね、これ。これは、ね、ある定理で証明ができてしまうよってことをちょっと言いたい。そのためにね、ちょっとこういう問題を用意したんですけれども、このある定理とのは何なのかというとですね、ほうべきの定理と呼ばれているものです。ほうべきの定理。で、これはですね、高校の数学での教科書にね、出てくるものなんですけれども、受験生、難関高校を受けようと思っている受験生はですね、ぜひ、このほうべきの定理は知っておいた方がいいです。これを使うとちょっと計算がね、要は早くなるよっていう話なんですけども、ほうべきの定理実は3つあります。で、そのうちの1つなんですけれども、接線があって、で、こっからですね、円どっか向かってピッと引っ張って、で、ここの長さをですね、x、ここの長さを y、ここの長さを z とします。で、その時に、x×y が z×z、つまり z の2乗。これが成り立つのは、ほうべきの定理と言います。で、なんで成り立つか、ちょっと簡単に示しますが、ここにピッ、ここにピッと引っ張ります。そうするとですね、ちょっと名前つけましょうかね。ここ t で p で、ラージ a、ラージ b としましょうか。そうするとですね、これ掛け算の形になっているものですが、相似でね、この形を導くことができます。ここの角、接弦定理で角 ATP と等しいのが角 TBA、つまりここですね。接弦定理と言われています。これもね、細かく言うと高校の範囲なんですけども、こことここ。で、ここの角共通って考えると、三角形 PTA と、三角形 PBT が相似になってますね。で、相似なので、対応する辺の比が等しいということで、三角形 PTA の PAX に対応するのが、三角形 PBT の PT、つまり Z。で、三角形 PAT の、PT に対応するのが PB。なので、Z 対 Y と。そうすると、外外内内で XY イコール、X×Y イコール、Z×ZZ の2乗ということが成り立ちます。で、これを使うことによって、求めることもできまして、ここ今、ね、接線ですね。で、この線ですが、ここビーッとここまで伸ばします。これ伸ばさないと使えません。ここね、ビーッと伸ばしてぶつかったところにこれぶつけてください。で、ここの長さ A になりますね。そうすると、ほうべきの定理より、ここかけ、ここですね。ちょっとわかりづらいかもしれませんけど、わかりづらいかもしれませんが、こっから、ここのね、最初のぶつかったところまでなので、こっからここ。つまり、こっからここの長さというのは、ここの長さ A ですよね。半径 A ですから。つまり C-A ですね。C-A。で、こっからここは C-A で、こっからここは C たす A ですね。C たす A。ということで、ちょっとここぶつかったところね、ちょっと、ここぶつかったところに注目してください。ここもね、ぶつかったところ、ぶつかったところ、ぶつかったところ。なんで、X×Y イコール Z×Z。今回だったら C-A×C たす A。イコール B×B、B の2乗と。したがって C2 乗引く N 乗、和と差の積。で、こうなって。で、C2 乗イコール、マイナス N 乗イコールしたら A2 乗足す B2 乗ということで、同じ式が出てきましたよね、ということです。
ということでね、この方壁の手ですね、これかけこれイコールこれかけるこれ、ぜひ、難関高校受けようと思ってる方はですね、これ絶対ね覚えて使えるようになった方がいいです。ちなみに方壁の定理っていうのはもう2つありまして、一応紹介だけしておきますが、円があってこうクロスパターンですね、クロスしてるパターン、ここ A、ここ B、ここ C、ここ D、 この時に A×B イコール C×D で、また、角が出るパターンですね。で、ここ A、ここ B、ここ C、ここ D とすると A×B イコール C×D、 まあ同じですということで、まあ、ここの点、ここの点からそれぞれ A、B、C、D、 これも A、B、C、D ってことでね、これもね、相似を証明することによって相似からで導くことができます。はい、円周角の定理等しいよとか、まあ、これは円に内接する四角形の性質等しいよとかで、まあ、この三角形とこの三角形相似で対応する辺の比が等しいってやってこう導くこともできるし、これとこれね、三角形相似で対応する辺の比が等しいってやればこれ導くことができますので、ぜひね自分でねやってみてください。以上で解説を終わります。では。